スティーブン・ポール、スティーブ・マクマナマンは、イングランド・オリバプール出身の、元イングランド代表サッカー選手。ポジションは MF。少年時代は、エバートン FC のファンだったが、1988年に、リバプール FC のアカデミーに入団し、1990年に、プロ契約を結んだ。1990年2月のシェフィールド・ユナイテッド、FC 戦でデビューし、 1991から92シーズンには FA カップ。1994から95シーズンにはフットボールリーグカップで優勝し。1995から96シーズンにはリーグ戦でアシスト王になった。1995年11月には対ナイジェリア戦で代表デビュー。翌年のユーロ1996にも左サイドハーフとして出場した。 イングランド切手のドリブラーで、そのドリブルテクニックは、往年の名ドリブラー、スタンリー・マシューズから称賛された。抜群のスタミナも有しており、豊富な運動量でピッチを何度も往復し、献身的に守備もこなした。また、ボレーシュートの名手でもある。ユーロ1996までは代表の中心選手、かつ、牽引役であったが、監督が交代し、 またデビット・ベッカムが頭角を表して代表に呼ばれるようになると控えに回ることが多くなった。1998年のフランス W 杯での出場は20分程度に止まった。リバプール FC での最終シーズンである1998から99シーズンには首相を務めた。クラブでは1999から2000シーズンよりリーガエスパニョーラのレアルマドリードへ移籍。 4シーズンで2度の UEFA チャンピオンズリーグ、優勝や2度のリーグ制覇に貢献した。しかし、ジネディーヌ・時代、ロナウドラの加入により次第に出場機会が減少したが、サブとしての仕事をこなし、サンティアゴ・ソラーリと共にスーパーサブとして、チームに貢献した。2003から04シーズンよりマンチェスターシティへ移籍し、2シーズンプレーした後、現役を引退した。 現役引退後はテレビのコメンテーターとして活動している。2007年に公開されたサッカー映画ゴール2にはコーチ役で出演した。ありがとうございます。